おいっどうも、埼玉で野菜農家をしながら NFT 始め方学校を運営するオデッチです。こちらのコーナーではうちのスタッフさんから質問をいただいて、それにお答えをしていきます。で今日は、加藤さんっていうね、はい、はい、ベテラン、ベテラン、ベテラン、やっと1年経ったんだけど、元その市場の仲卸でお仕事されていた加藤さんから、はい、質問をいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。まあ質問というほどではないんですけれども、ないの？そういうほどでもないんですけれども、ちょっと聞きたいかなっていうところです。なるほど。はい。はい、質問っていうんですよ。なるほど。大丈夫だ。結局オレシさんは以前は、ね、違うまるっきり仕事をなさってたっていうようなことはおかみさんとかに一応聞いてるんですけども、はい、で新たにほぼ十何年か前にここへ、うん、要するに後継ぎ的なモデルで、戻りましたと、はいはい、でじゃあその、スタートした時に、うん、知識とかそういうものはゼロから覚えたんでしょうか、それともある程度持ってたんでしょうか。それが質問でいいですか。はい、じゃあお答えします。はい、知識ゼロですね。あ、ゼロ、はい、はい、まあ、自分は農家に生まれたんですけど、まあ、農業の手伝いとかもそんなにしたこともなかったし、農業系の学校も出てないんで、はい、はい、だから農業知識はゼロですね。あ、はい、なるほど。じゃあ十数年かけてそれを得得したと。まあだから徐々にね、じゃないですかね。なるほど。それでやはり我々まあ、素人に近いんですけどもね、そういうようなところとこれだけの差が明らかにあるわけですよね。それだけやっぱり努力ですされたということなんでしょうね。ね、まず思うのがなんか。その、まあ、僕は農家の跡取りと呼ばれて、ね、これをだから守っていかなきゃいけないって思ってるわけだし、もうここを辞めて他で働くっていうことは、まあ、現実的に難しいですよね。ただ皆さんからしてみれば仕事を選択する自由があるわけなんですよね。うん、確かにそうだと思います。別に農業しなくてもいいわけじゃない。はい、で農業だとしたってどこの農家行ったっていいし、ね、全然別の仕事したっていいし、うん、まず大前提の覚悟は多分違うと思うんですよ。それですね、うん、明らかにもうだってこれで食っていかなきゃいけないって思ってますから、はい、うん、だから逆に言えばなんでわざわざ農業を選ぶんだろうっていうのが、うん、思っちゃう思っちゃうですね、はい、こう仕方なくって言い方が適切かわかんないけど、うん、もうこれでやっていくしかねえって腹くくってるで農業やってる人と、はい、うん、ぽやんとした考えで農業やってみようかなって思ってる人と、じゃあそれ勝負になるかなって、うんうん、心配はしちゃうんですよ、うん、ですね、うん、そうわかります。そう、うん、だから、はい、うん、まあ皆さんはね、いや、まあ、加藤さんは違うかもしれないけど、白鳥くんは農家になりたいって俺に言うし、大久保さんも農家になりたいんですって言うけど、うん、うん、農家じゃなきゃいけない理由はないわけでしょ、うん、どうでしょう、まあ、ちょっと飛んじゃいましたね。いや逆質問なんですよ。いやでもやっぱり覚悟はやっぱり、うん、もう最初の方こそはまあ、逆になかった方なんですけど、やっぱ働いてるうちにその覚悟っていうのがだんだんついてきました。それは、うん、最初は本当に、まあ、未経験だしまずやってみないと分かんないなと思って、だから本当、まあ、ある意味最初は申し訳なかったです。なんかなんかこうなんていうかな、すごいこう、まあ、お弟子さんほどの多分覚悟を持って入ってきたわけじゃないし、そりゃそうさ、こっちもそのつもりでいるからね、ホワホワしてんなって見てるから、そう、面接の時もそうだったと思うんですけど、うん、でもやっぱり、まあ、最近になって、やっぱり、まあ、いろいろこうやっていろんなことに挑戦し始めてから、やっぱ覚悟がついてきたので、う
も、まあ、もしかしてこれからね多分やるかもしれないと思うんですけど、はい、うん、だから多分覚悟っつうのはなんかこうやっていくうちにだんだんこう確かなものになっていくものかなっては思いました、うん、なるほど、うん、そんな感じです。一つアドバイスをすると、はい、覚悟をつけるために一つアドバイス、はい、ああ、はい、うん、借金しなさい。あ、なるほど。そうするともう絶対に返さなくちゃいけない、うん、農業関係で借金しちゃえば、あ、うん、そのそれで返さなくちゃいけない。ちょっと意外でしたね。それはもう腹決まりますよ、ある程度。そうですね。まっすぐなしっていうことですね。ああ、なるほど。そう、はい、うん、だからやっぱりなんだろうね、まあそれに事業なんで大きなことをしようと思えば大きなお金が必要になってくるわけですよ、はい、で最低限稼ぐにも最低限の投資が必要になるわけで、はい、うん、だからそこの借金はもうビビってちゃダメですよ、はい、でただその逃げ道は作っとくべきだと思うのね、うん、要はこう人生かけてね、もうどうにもいかないようなことになってしまったらしょうがないんで、はい、うん、だからまあ最悪借金返せなくったり売り上げ立たなくっても、まあ、なんとか食っていけるわなってぐらいの、はい、うん、まあ環境とか蓄えとかは、はい、うん、あったらいいんじゃない、うんうん、まあ、いざとなれば実家に頼れるとか、あ、ね、いざとなったら他で働かせてもらえるとか、うんうん、万一の、そうそう、セーフティーネットっていうのはないと思うと危ないです。じゃないと、まあ、中にはいるんですよ。もう俺の知ってる農家の仲間の中でも大丈夫それっていうぐらいめちゃめちゃ借金してめちゃ突っ込んでっていう人もいるんですけど、俺はね、俺からするとなんかこう、あの、バンジージャンプを全くニコニコしながら飛べる人なのかな。いや、そうです。うん、まあ、恐怖を感じない。いや、まあ、でも、すげえな。まあでもそれぐらいバンジージャンプ飛ぶぐらい、はい、うん、覚悟が決まってないと、うん、ダメなんじゃん。はい、なるほどね。途中で逃げ出したくなっちゃうと思いますよ、きっと。あ、うん、やっぱなかなかこのやる気って持続していくのは難しいですから、はい、自分のモチベーションをね、うんうん、それを高めていくことができたら、うんうん、そう、それは一つ成功への、なんか、あれなのかな、成功へのステップですかね、うん、そう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 、だからまあ、野菜を作って、あの、ちゃんと所得を稼がなくたっていいんだよって、白鳥に言ってるんだけど、うん。うん、農業にチャレンジしたことで得られる知識を、ね、うん、売っていくことだってやり方によってはできるわけですよ、あ、うん、新規収納失敗しました失敗した理由みたいなのコンテンツにしちゃうとかね、うん、じゃあそう失敗しないためにはどうした方がいいとか、うんうん、そういった経験っていうのは他の人が持ってないものだし、うんうん、まあ、野菜を作る以外でも、うんうん、商売って作れるわけで、柔軟に楽しく、はい、うん、やれればいい、うん、ただまあ大久保さんはあの白鳥くんよりも守るべきものが多いから、うん、ね、だからそれはより覚悟を求めざるを得ないんですよ、はい、うん、だから前インターン来てくれた中西君これ見てくれてるか分かんないけど見てるじゃないか分かんないけど、はい、うん、そうそうそう、まあお子さんがいるとかね、はい、うん、例えばこう寝たきりの、ね、両親を介護しなきゃいけないとか、うん、守るものが多いとやっぱり、うん、リスクなかなか背負えなくなっちゃうんで、うんうん、だからそこまでひっくるめて、うん、飛び込める、まあ、そら、まあ、腹も決まるのかな、うんうん、まあ、バンジージャンプをするときに紐が切れてないかよく確認しとこうと思います、うん、まあ、ね、それと同じかもしれない、まあ、紐をつけてバンジージャンプしたらってこと崖から降りるならバンジーのロープだけはつけると飛び降り自殺じゃやっぱ厳しいですよね、うん、そうだ
ね、ひょっとしたら翼が生えて飛べるかもなって思ってたらダメですよ。そうですね、はい、なるほどだな。なんで話がありやすいです。話がだいぶ脱線しましたね。最初の質問何でしたっけ、知識があったかどうかね、はい、そうです知識はゼロでしたって言います。で今もその農業の知識で言ったら俺は全然ない方だと思います。本当に農業に、まあ、何だろう、熱心な方、もうそれも仲間にもいるけども、うん、本当に研究熱心で、うん、本当に日々最新の情報を勉強してやっている、うんうん、だからそういったその素晴らしい農家さんがいっぱいいるんで、自分なんかはもう全然勉強足りてない方だと自分では思ってます、うんうん、そう、まあ、本当に自分が作ってる野菜以外のことは本当大して知らないしね、でも全てを野菜だったらもう全部完璧に覚えなきゃいけねえってやってると、いつまで経ってもその中途半端になっちゃうなと思ったんで、うん、自分が作るものだけ集中して勉強するようにはしてますよ、うん、まあ、それがだから品目絞った方が、うん、専門性持たせた方がいいんじゃないって言ったことにつながる。はい、すいません、以上です知識はないです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なるほど、はい、じゃあ、はい、また次回、明日かな、はい、ありがとうございました。